いいものは高いけど欲しいんです。こんにちは、キャンプ道具紹介のウポポです。今回は2万5000人のキャンプ好きのフォロワーさんに質問したアンケートは、あなたの憧れのタープ教えてください、いっぱいご回答いただいて集計してランキングにしました。話は変わるんですけれども、皆さん小学生の時に友達が当時売り切れのたまごっちを使っていて悔しい思いしませんでしたか？僕は自分のお父さんにお願いしたら、なんかよくわからん恐竜のたまごっちもどきみたいなの買ってきて衝撃を受けたことがあります。それと同じように、人のタープってなんかかっこよく見えますよね。そんな今回はキャンプでトイレに行くときには必ず横目で人のタープを見るキャンプ好きの方にアンケートにご回答いただきました。人数別のランキングトップ10を発表いたします。今回の特典パートはランキング外なんですけれども、おしゃれなタープを3つ一気にご紹介します。特典パートは動画の最後に言いますんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは参りましょう。キャンプ好き2万5000人が選んだ憧れのタープ第10位はこちら、全員アーツのゲウです。かっこいいキャンプギアはどれも高いんだよなって思っているあなた、おすすめのタープはこちらです。このクオリティのキャンプギアがこの価格でという、こんな悩めるキャンパーの救世主として突如現れたのはアウトドアブランドの全員アーツさん。あまりの人気ぶりに発売される商品は抽選販売のオンパレードですよね。多くのキャンパーを虜にしていますよね。そんな全員アーツさんから販売されているタープがゲウ。 5.3m×4.9m で四隅を落とし込んで地面に近づけることによって、タープの下に日陰が集中して日差しから守ってくれます。雨が降っても雨が侵入しづらくですね、雨の流れも良くなる設計になってます。素材はシリコンポリエステルを採用した生地です。シリコンポリエステルって何と思われた方、調べましたよ。ポリエステルとシリコンのハイブリッド化によって耐熱とか耐候、つまり天気とかに強いっていうことです。このシリコンの特性に加えて光沢などのポリエステルの特性も持ち合わせてます。つまりですね、もう何かいいってことです。あとはコンパクトにもなって、この5メートルのこの大きさにもかかわらず6キロって軽いですよね。お値段が 49,280円なんで転売価格に注意です。続きまして、キャンプ好き2万5000人が選んだ憧れのタープ第9位はこちら、小川のタープです。老舗アウトドアブランドの小川さん、100年の歴史で培われた能力と経験をもとに高品質なキャンプ道具を作っていますよね。いきなりですが皆さん、小川張りっていう言葉知ってますか？通常テントとタープを連結するときはタープポールが邪魔でかっこよくタープが張れなくて、メジャーリーグで三振した選手くらいタープポール折ってやろうかっていう方も多いと思うんですけれども、この小川のシステムタープヘキサデラックスは4メートルのセッティングテープがついていて、かっこよくテントとタープが張れるんです。セッティングテープというと、簡単に言うとタープの端っこがギュイーンと伸びてポールの位置をテントの後ろにすることができる、キャンプ界で一番すごい発明、これを小川張りって言います。小川張りを試してみたい方はぜひ本物を使ってみてください。お値段は 48,400円です。続きまして、キャンプ好き2万5000人が選んだ憧れのタープ第8位はこちら、煙幕デザインのムササビウィングです。アウトドアショップワイルドワンから発売しているプライベートブランドの煙幕デザイン、そのクオリティの高さとコスパの良さから多くのキャンパーを魅了していますよね。この煙幕デザインの代名詞でもあるタープがムササビウィングです。ネーミングからも分かる通り、ムササビが滑空している時の形が最大の特徴ですよね。僕なんですけど、ムササビっていうとどうしてもジャングルの王者ターちゃんをイメージしてしまう下品な僕なんですけれども、このムササビウィングかっこいいっすよね。お値段はムササビウィング19フィートグランで TC 焚き火バージョンで 31,680円です。さあ、キャンプ好き2万5000人が選んだ憧れのタープ第7位はこちら、焚き火タープ。このスノーピークさんの焚き火タープ、多分焚き火タープっていう名前じゃなくて、雨でも焚き火ができるタープに名前をつけて欲しいぐらい画期的なタープです。このタープ何がいいのかっていうと、焚き火タープ、まあ、名前の通り燃えにくいインナールーフがついた焚き火対応のタープです。つまりタープの中の中央で焚き火ができます。これめっちゃ画期的じゃないですかね。つまり燃えにくいインナーの上に雨の強いタープ、この二重構造ですね。まさにタープ界の魔法瓶。二重構造にしたことによって光も遮って、
快適に過ごせるっていう利点もあります。大きさ8角形っていうんですかね、有効面積を多く取れますよね。ですので焚き火を囲んだ状態でもスムーズに移動することもできます。雨風をしのぎながらライトの中心で焚き火を囲んで団らんできるのは最高じゃないですかね。タープの下で火柱を上げて焚き火をしたい方にはおすすめです。お値段は79,200円。これは憧れの価格。さあ、キャンプ好き2万5000人が選んだ憧れのタープ第6位はこちら、バックワンですね。創業以来ハイクオリティを追求し続ける韓国のアウトドアメーカーであるマックアウトドアさんのタープです。 100% 防水のグランドシートを作り続けてきたブランドさんだからこそこだわりが詰まったタープが登場しました。その名もマックワン。アップル製品もびっくりなタープですよね。代表作の防水の何年グランドシートで培ったノウハウを惜しげもなく注ぎ込んだこのタープは、耐水性や燃えにくさはもちろんなんですけれども、ブラックコーティングがされていて、紫外線や熱の遮断にはめちゃめちゃいいタープになってます。自在金具など細部にまでこだわりが行き届いた自信作のタープです。憧れますよね。お値段は駅債務で 48,840円。続きまして、キャンプ好き2万5000人が選んだ憧れのタープ第5位はこちら、 DD タープです。キャンプ YouTuber のパイオニア芸人ヒロフさんが使っていることで一躍有名になったイギリスのブランドの DD ハンモックの DD タープです。拾ってきた長い枝をポールにして作る武骨なサイトは野生感あふれる世界観ですよね。僕も一度はこのスタイルでキャンプしてみたいんですよね。豪快に枝をポールにして単体使用でもいいですし、 DD ハンモックと合わせて使うことで大きな木にロープを巻きつけて屋根として日差し雨よけになって快適なスペースが確保できます。貼り方のアレンジはもう変幻自在ですよね。素材もタフなんで耐久性は抜群で、あとはリュック服に収まるほどのコンパクトさも支持されているポイントですよね。あとサイズが7種類あって自分に合ったサイズを選べるっていうのも嬉しいポイントです。一番人気は 3.3 で 12,100円です。コスパがいいですよね。さあ、キャンプ好き2万5000人が選んだ憧れのタープ第4位はこちら、ハーリー20です。白熊のデザインがモチーフになっている北欧ブランドのノルディスクからはカーリー20っていうタープですね。キノコに強いポリコットン生地で丈夫ですし、強い重量で風に煽られにくくてですね、設営も簡単になってます。さらに260センチ、太さ32ミリっていう太いスチール製のタープポールも2本ついてきていて、悪天候でもびくともしない丈夫さですよね。このタープポール使うことによって天井も高くてですね、開放感は抜群で圧迫感を全く感じさせません。生地もノルディスクさん特有のベージュなので薄暗くならずにですね、明るさをしっかりと守ってくれます。タープ単体じゃなくてポールや自在金具が付属しているっていうのはもうなかなかいいですよね。買ってからすぐに使い始められます。デメリットはタープをこの色にすると色を合わせたいなって思うんで、テントもノルディスクさんにしたくなるんで、すっごい出費は覚悟してください。お値段は 62,700円です。さあ、続きましてキャンプ好き2万5000人が選んだ憧れのタープ第3位はこちら、サバティカルさんのマリポサです。コスパが良くておしゃれなキャンプギアブランドサバティカルさんから出ているのは注目のマリポサ。形はスクエア型で 4.2m×4.2m って大きいですよね。僕の車のセレナの横幅が 1.7 メートルなんで、単純に横に並べて入っちゃうっていう感じですね。セレナの縦は 4.7 メートルなんで、ちょっと50センチ出ちゃうんですけど、なんかイメージできますかね。素材も TC 素材、つまりポリコットン使ってるんで、抜群の影が濃くてですね、通気性もあるんで、夏でも涼しく過ごせます。調べてみると、生地の折り方が平行の縦方向、横方向ってなってるんで、誰でも簡単に美しく貼ることができるって書いてましたね。つまり二日酔いの僕みたいなおじさんでも綺麗に立てると信じています。すいません、今日はちょっと二日酔いで声の調子がおかしいんで許してください。お値段は 31,900円です。ちなみにマリポサ、これはスペイン語だと思うんですけども、直訳すると蝶ですね。まさに蝶が広げたあの感じに似てるからマリポサ。まさにモスラすいません、モスラはガーですよね。さあ、続きましてキャンプ好き2万5000人が選んだ憧れのタープ第2位はこちら、チーズタープですね。 DOD さんのチーズタープ、皆さんさっきから6万円とか7万円とかのタープ聞きすぎて値段の感覚おかしくなってませんか。もうそれ運気が上がる壺、売られる直前の正気を失った人ですよ。さっきまでは紹介してたのは憧れだけあってやっぱり値段も高かったんですけども、
この2位のチーズタープ、マジで安いです。素材がポリコットンなんで、焚き火に強くてですね、濃い影なんで、暑い夏でも問題なしです。ウーポポさん、値段高いんでしょと思っておられますけれども、3.5メートル×3.5メートルの正方形で、なんと13,200円。5.2メートルから 5.2メートルの正方形の M サイズで22,000円と、これめちゃめちゃ安くないですか？最近までは、品薄っていう感じだったんで、憧れのタープって選んでる方は多かったと思うんですけども、最近になって補充されてるんで、すぐ買える印象ですね。DOD さんの中では、なかなかコスパがいい商品ですよね。この大きいのはファミリーキャンパーにはおすすめです。ポールを通すグロメットとロープを結ぶループっていうのが、全部で16箇所ついてるんで、自由にアレンジができるんで、貼り方は自由自在ですよね。タープ単体はもちろんなんですけれども、DOD さんのかまぼこテントと合わせるスタイルも人気になってます。チーズタープとかまぼこテントでチーカマスタイルって呼ばれてます。今皆さんの金額的な感覚で言えば、賃貸物件で高い物件を見せられた後に、ちょっと安い物件を見て、ちょうどいいって思ってる感覚ですよね。僕もこのチーズタープ持ってるんですけども、やっぱり大きいのはいいですよ。ぜひ奥さんと相談してみてください。さあ、1位発表の後にですね、ランキング外だったんですけども、かっこいいタープ3つ紹介しますんで、ぜひ最後まで見てください。さあ、お待たせしました。キャンプ好き2万5000人が選んだ憧れのタープ第1位。はこちら、ザースのマクオです。六角形の木製焚き火テーブル、六角テーブルの生みの親で、キャンプ界で話題のガレージブランド、ザースさんから出ている注目のタープ、その名もマクオ。韓国のアウトドアメーカーのアーバンフォレストさんとのコラボしたヘキサタープです。5m×4.2m と、使用にちょうどいい大きさで、遮光性は抜群。炎天下の中でもしっかりと日陰を確保できます。水を弾くのもですけれども、燃えにくい生地みたいで、生地にシワが寄りにくくて、弱点なしの生地になってますね。イケメンなのに、性格のいいやつくらいも最強ですよね。なので僕、デメリット探してきましたよ。なんとこのデメリットは、購入方法は、ザ・アースさんから直接申し込むしかなくてですね、Amazon とかでは販売してないような形ですね。ですので流通量が少ないっていうのがデメリットです。いや、それ他と被らんからメリットやんっていう方はおすすめです。お値段は 53,350円ですね。それでは特典パートです。ランキング外だったんですけども、気になるタープ一つ目はこちら、忍者タープ。貼りやすさとバリエーションは無限大のこのタープで、設営の簡単さを追求した手裏剣型のシルエットで、前後に2辺のテンションスリープと21箇所のジョイントポイント、この面白い機構によって30通りもの貼り方ができるようになってます。さらに軽量でコンパクトになるんで、荷物を少ない人やツーリングキャンパーの方にはおすすめです。2つ目は鎌倉天幕。テント屋さんが仲間のために作ったブランドの鎌倉天幕。名だたるアウトドアブランドのテントを長年にわたり受注生産してきた、そのノウハウを注ぎ込んで自分たちのために妥協せずに作り上げたこのタープは、ファンからの信頼も得ています。3つ目はサンセットクライマックス。業界人からも定評のある日本のガレージブランドのサンセットクライマックスさん、中でも代表商品がこのタープ01。眩しいほどのホワイトカラーに赤のアクセントが効いたタープはキャンプ場でも目を引きますよね。2018年のグッドデザイン賞も受賞していて、その実力はもう折り紙付きです。今回の動画紹介は以上になります。あと少しでも面白いと思われた方、3秒でできますんで、ポチッといいねボタンお願いします。このライオンマークからチャンネル登録もお忘れなくです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。